いただきます。うん、美味しいですね。うん、抽出速度も、うん、はい、まあ、V60 と同じ抽出を目指して作ったんで、はい、好みの味が出せるということで、ね、私の腕が生かされたんじゃないかなとこんにちは、 UCC コーヒーアカデミーの村田美穂です。今回はスペシャルなゲストに来ていただきました。この方です。こんにちは、ハリオ商事の倉永純一です。よろしくお願いいたします。お願いします。ハリオ商事ってことは、あのハリオさんとはまた違うんですか？はい、ハリオ株式会社のグループ会社になりますね。あ、そうなんですね。はい、はい、ハリオの商品も売ってはいるんですけども、はい、ハリオ商事独自のオリジナル商品を作ったりですとか、はいはい、ペットの商品を販売したりとか、はい、あのガラスの原料の砂をですね、はい、あの砂場に提供したり、ビーチバレーコートに提供する、そういったちょっとハリオとは違う視点でいろんな商品を販売してます。あ、そうなんですね、はい、私も初めて知りましたそう、あまり知られてないですね。何ですかこれ。今日は村田さんのこの格好にぴったりのアウトドアの新ブランド、ハリオ商事からですね、ゼブランというブランドを立ち上げましたんで、はい、そのアウトドアにぴったりのコーヒー器具をお持ちしました。アウトドアにぴったりな器具なんですね、はい、かっこいいですね。なんかそうですね、いろんなものは黒でまとまってました。統一されてるんですね、はいはい、たくさんあるので今日は楽しみですね。アウトドアにぴったりな商品ということなんですけども、どのようなブランドなんでしょうか？ハリオ商事が、うんうん、今回ゼブランというブランドを作りまして、はい、まあ、ゼブランというのはあの総合アウトドアブランドを目指して作ったんですけども、はい、まず初めに今回発売したのは、はい、コーヒーを美味しくアウトドアで、うん、入れる商品を展開しました。なるほど。じゃあまだまだこれからいろんなシリーズが、そうですね、どんどん作っていきたいと思っています。おー、すごい。じゃあこのいろいろ今日は持ってきていただいたと思うんですけども、それぞれどのような商品か教えてもらっていいですか？はい、本ステンレス二重マグにコーヒーを入れるストレーナーと蓋がついています、はいはい、そしてそれを入れる袋も持ち運びできる感じですか？はい、ついてますね、こちらは軽量ドリップポットです、はい、こちらあのトライタンという耐熱性のある、はい、プラスチックでできてまして、はい、お湯を注いでいただいても大丈夫です。メモリがついてますので、はい、これで計量して、うん、コーヒーに注いでいただくと。確かにアウトドアにスケールなんか持っていかないので。そうですよね、ここで測ってその量を入れてしまうみたいな感じですか？そうですね、で、うん、口もこう細くなってまして、確かにコーヒーをアウトドアでも美味しく入れることができますね。なるほど、いいですね、はい、こういうのはあのプロにとっても嬉しいですね。そうですね、軽いんでね、はい、円錐形のゼブランパッケージのペーパーです。あ、パッケージがゼブランになっているってことですね、はい、同じこうブランドでですね、はい、かっこいい。まとめてます。すごい気になるのが一個あるんですけど、これなんですか？あ、これ気づきましたちょっとね、ずっとチラチラ気になってたんですけど、ちょっと画面じゃ分かんないかもしれないんですけど、はい、横から見るとすごいなんか入ってると思って。これとなんか入ってます。これですね。すごい、何ですかそのペランってしたもの。これペランってしたのはドリッパーなんですよ、はい、ドリッパー、はい、ここにボタンがあって、はい、これを落ちと、うん、くっつけて、はい、こちらのホルダーに入れると立体的になって、はい、そうです。それで中は V60 の形状になってますんで、はい、すごい、折りたためて軽々とアウトドアに持っていけると。
すごい。なんかこれが一番かさばるんですよね。そうですね、大体この形ですからね。そうそうそう、大体がそうなんですよ、はい、持ち運びがすごい大変。ポケットにも入る。ポケットに入っちゃう、はい、液漏れしたりしないんですか。あ、しないです。ないです。そこは検証を繰り返しました。あ、繰り返して、はい、漏れないように、はい、作ってます。はい、じゃあ早速ですね、ゼブランシリーズを使ってコーヒーを抽出していきたいと思うんですけれども、ゼブランシリーズの名前の由来何か、はい、はい、聞いてみたいんですけど。そうですね、これ、はい、ゼブラに N と G が入ってるんですけども、はい、まあ、造語で、まあ、ゼブラというシマウマと、ランは走る、シマウマが走る、それと G はギア、道具というのをくっつけた名前なんですね。シマウマが、草原を走っているような、お、壮大な感じ、はい、自然の中で躍動するような器具というようなことで名付けました。すごいですね、素敵ですね。まずはこのフラットドリッパーを使ってコーヒーを入れていきたいと思います。キャンプっぽくですね、はい、このガスバーナーを使って今お湯を沸かしてですね、はい、これを使っていきたいと思います、はい、じゃあちょっと先に、はい、もうこれパチパチ止めちゃったんですけど、立体になったこのですね、ドリッパーにペーパーフィルターをセットしていきたいと思います。はい、ちゃんとゼブランシリーズのペーパーフィルターですね、こちら、はい、ここ持ちやすくなっているんですね。あ、そう、あ、素敵、開きやすくなっ てるかな、開きやすくって。じゃあ2杯分のコーヒーコーナー準備してます。よいしょ、鳴らします。ここつまみがあるんですね、持ちやすい、この、あ、そうそうそう、ね、素敵、はい、でここにですね、お湯を注いでいけばいいわけですね。というところで、沸騰、お湯が沸騰してますので、この計量ドリップポット目盛りがついてるので300のお湯を使いたいと思うので、はい、ここまでお湯入れてもらっていいですか。あ、僕ですね、はい、すみません、入れますね、はい、300のとこまで、はい、これ便利ですね。アウトドアになかなかスケールって持っていかないですね。そうですね、こういうのがあるとすごい便利でいいなと思います。じゃあお湯を注いでいきます。お、すごい細く出る。そうでしょう、はい、あ、注ぎやすいですねこれ、軽いし、はい、すごくいいですね。ドリップポット大体重たいですもんね。そうですね、はい、普通のメジャーカップじゃやりづらいですけど、うん、細く入りますね。そうですね、うん、普段の V60 とどんな感じですか、一緒ですか。あ、そうですね、すごい抽出スピードも結構スムーズに落ちていきますし、本体の中の構造自体は、はい、針を V60 と同じように抽出できるようにしてますので、はい、はい、ですからスパイラルリブになってます、はい、好みの味を出しやすいってことですよ ね、はい、世界のバリスタさんも使っていただいているので。そうですね、はい、注ぎ切りぴったりですね、はい、うん、はい、ドリッパーをねそのまま持っていくと、うん、かさばるし、はい、重たかったりするんですけど、ね、うんうん、軽いし、折りたためるし、ポケットにも入るし、確かにボタンのとこから液漏れがあるんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、全然漏れてないですね。そうですね、すごい、これはすごいですね。はい、では出来上がりました。じゃあ早速飲んでいきたいと思います。ちゃんとカップ2杯分、うん、素晴らしい、はい、ちょうどです、ちょうどですね、腕がいい自分で、はい、どうぞ、はい、ありがとうございます、はい、いただきます。うん、美味しいですね。うん、美味しいです。まあ抽出速度も、うん、はい、まあ、V60 と同じ抽出を目指して作ったんで、はい、うんうんうん、好みの味が出せるということ で、ね、私の腕が生かされたんじゃないかな吹き出さないと良かったですはい、かなと思います。はい、じゃあ続いてですね、こちらより簡単に入れられるというね、真空二重マグコーヒーメーカー、こちらを使っていきたいと思います。はい、はい、ということで、こちらの構造は以前ご紹介したワンカップコーヒーメーカーと同じ構造ではあるんですよね。そうですね、はい、蓋があってストレーナーがあって、まあ、二重の
マグカップついて、はい、これがまあガラスじゃない分頑丈ですよね。はい、で真空二重なので保温性もいいですね、うん、冷めにくいので、うん、まあ、寒いところ行っても暖かい状態で長く飲めるということですね、はい、ということは前回と入れ方は一緒だと思いますので、はい、入れ方はこの辺についてるんですかね、はい、見ていただいて、はい、でコーヒーの粉は中に目盛りがあるのでそこまで入れて、まあ、16g 入るようになっているんですね。はい、はい、じゃあここに200のお湯を入れたいと思います、はい、まあ、乾いたところがないようにだけ気をつけていただいてお湯を注いでいくと、これだけ、はい、はい、で蓋をして、はい、3分、はい、3分待つだけです。はい、じゃあ3分経ちましたのでこちらコーヒーね、はい、外していきたいと思います。もう3分つけて出すだけですもんね。めちゃめちゃ簡単。これ引き上げて、はい、ここにあの切り込みがあるので湯切り、湯切りというかな、こんな感じ、はい、そうです。あ、すごい、知らなかった、はい、本当だ。切れたら、はい、ここに、そうです、そうです、はい、負担のをひっくり返した上に置く場所ができるのでここに置くだけ、はい、簡単。出来上がり。出来上がりですね、はい、すごい。やっぱり前回同様あれですね、やっぱり濁りがあるというか、うん、少し微粉はねどうしても出ますけど、はい、コーヒーオイルがしっかり溶け出してる感じがしますね、うん、じゃあどうぞ。出来上がりましたいただいてよろしいですか。あ、もちろんです。はい、飲み比べてください。いただきます。あ、まあ、ペーパードリップと違って、はい、プラスチックのメッシュなんですけども、うん、はい、まあ、コーヒープレスとかと同じように、うん、まあ、コーヒー豆の味を、まあ、ダイレクトに出してるような、はい、クリア感はペーパーほどないですけど、うんうんうん、しっかりコクも出て、うん、美味しいコーヒーになってると思います。なるほど。なんかアウトドアでなんかバーベキューなんか ね、 そうですね、ちょっとお肉とかと、はい、ちょっと脂っこいものを食べた後とかすごく相性良さそうですね。そうですね、はい、すごい、めちゃめちゃいいですね。軽いし、うん、頑丈だし、はい、おしゃれだし、これだと割れないし、確かに、はい、はい、ということで今回は倉永さんにアウトドアにぴったりのゼブランシリーズについてご紹介いただきました。ゼブランシリーズも今回ご紹介させていただいたような商品に続いて、はい、こういったコンパクトなコーヒーミルも12月に発売予定しますし、はい、これからどんどん新しい商品も作っていきたいと思っています、はい、ぜひ公式のホームページやインスタグラムをフォローしていただけるとありがたいです。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。 UCC コーヒーアカデミーはお家で美味しいコーヒーを楽しみたい方からカフェを開業したい方まで楽しく学べるコーヒー専門のアカデミーです。日本では神戸校と東京校があってオンラインでも学ぶことができます。詳細は概要欄をチェックしてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。